カリフォルニアロケットとは、ミルタザピンとスンリー、もしくはスリを併用するうつ病の治療法。アメリカ合衆国の精神薬理学者、スティーブン・エームストールが考案した療法で、淡剤処方では十分な治療効果が得られない、難治性うつ病を異なる、作用の抗うつ薬で、神経伝達物質のさらなる増加を図るものである。これにより、臨床現場ではとりわけサインバルタもしくは、 ディフェクサーとナッサのミルダザピンの併用を好んで行うようになった。電気経連療法の少ない州で難治性うつ病に用いるために併用されたという背景であり実証性があるということではない。さらに実証の臨床現場では間違った組み合わせで用いられていったりもする。スリはセロトニンを放出するシナプスの セロトニントランスポーターに選択的に採用し、セロトニン再取り込みを阻害し、結果的にセロトニンやノルアドレナリン濃度を高くする。一方のナスサは、シナプス前、α 2次個需要体とヘテロ需要体に対して、アンタゴニストとして採用し、ノルアドレナリンとセロトニンの神経伝達を増強するため、セロトニンやノルアドレナリンを直接的に増やす効果がある。よって、 この2剤を併用した場合、セロトニンノルアドレナリンが減りにくい環境の中さらに直接的に神経伝達物質を増やすためより強力な抗うつ効果を発揮するというものである。相乗効果が期待できる分副作用のリスクが高まり、セロトニン症候群への注意はさらに必要である。また、不活症候群や争転が見られた場合速やかに投薬を中止することが求められる。 ありがとうございます。